いつもご視聴ありがとうございます。繊細ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、今日はですね、私の師匠の一人同胞さんの同胞スタイルをちょっと紹介していきたいと思います。同胞スタイルはね、あの同胞さんのセミナー出てもらうともっとわかるんですけども、植物ホルモンの力を借りて、もっと言えば植物ホルモンの力を活性化させて、植物を野菜を元気にしちゃおうっていうやつですね。なので垂直仕立てとかっていう形でピーンとまっすぐ縛ってあげると植物は元気になるんじゃーっていう形なんですね。はい、今回ね、新刊として丸脳の人っていう形で同胞さんと僕の友人知人たちが紹介されています。私自身もね、あの家事をねやり始めたんですけども、やっぱ分かんないことだらけだったんですね。その時に同胞さんに出会うことができて、植物ホルモンってすごいなって改めて思いましたし、それがまた家庭菜園でもね、僕も一緒に出ている野菜だよりでもね、連載されていたものがこういう形で本になって、今回重版されたらしいので、こんな形になってますね。はい、本当に簡単なねことなんですけども、すごいシンプルなんだけど底力を引き立てるって形で、皆さんもぜひね参考にしてみてください。実は12月12日に同胞さんが町田校に来てくれるんですね。自然菜園町田校では家庭菜教室を年に5回やってきたんですけども、そこの東京のスタッフメンバーと一緒に今回同胞さんを呼ぼうって形になりまして、同胞さんが来てくれることになりました。こんな機会なかなかね東京でないかと思いますので、今もう会場の方はいっぱいになっちゃったので、オンラインでね募集を続けてるので、もしよかったらそちらの方も概要欄からね、あの見ていただければ嬉しいなと思います。皆さんね、あの同胞スタイルちょっと覗いてみませんか。皆さんとお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございました。ご視聴、はい、またね。